俺の名前はゆうや。このチームで一番下手な野球部員。ある日、もうだいぶ年だったうちの監督がいきなり体調不良になったみたいで、しばらく監督業を休むとのこと。そこでキャプテンに監督からの手紙が届き、そこには選手を代理監督に選ぶと書かれていた。そしてなんと、そこには俺の名前が。もちろんキャプテンなんかやったことないし、他のみんなからは舐められてるような俺が、なんで監督に。一応監督について調べてみたけど、俺には当てはまらなそう。だけど精一杯頑張ってみようと思って、これからいろいろやろうとは思ってる。これからどうやってチームを強くしようか。ゆうやが監督になってからチームの練習量は増え、みんなついていくのもかなりきつそうだった。ただ練習量が増えるのは俺的には別に悪いことではないと思っている。ただ、おいおい、そろそろ次行くぞ。ちょっと待ってくれ。さすがにもうちょっと休憩。はいおい、体力ねえな。これはもっと体力トレーニング増やさないとか。分かった、行くよ。んだよ、走れるじゃねえか。おい、ゆうや、お前いつまで練習に参加しないつもりだよ。あ？俺はまだまだ新米の監督だぞ。もっと監督として選手を見なきゃ。それならまだ選手としての練習はしてられないかな。分かった。ただみんなも急すぎて少しメニューについていけてない部分あるから、その辺もうちょっと考えてくれ。はいはい、体力ないもんね。夏までに体力トレーニング増やすか。監督のゆうやは何かと理由をつけて全く練習しないのに練習量だけが増えていく。このままだと選手のみんなからの不満も爆発しそうだ。ほんと、なんでこうなっちまったんだ。もう耐えられない。あいつが監督になってから練習はきつすぎるし、何よりゆうやは練習に参加しないのにあの態度。最初はずっと我慢してたけど、もう俺はさすがに無理だぞ。待てよ、ゆうやにだってなんか考えがあるのかもしれないし。そうだとしてもあの態度はないわ。それにみんなだって我慢してんだろ。おう、そうだそうだ。まあ確かに俺もちょっとゆうやに任せすぎたのかもしれないな。みんなごめん、俺ももうちょっとゆうやと話して今後の練習とか方針とか決めてみるよ。まあそれなら。だからもう少し我慢してくれな。これも俺たちが強くなる練習だと思って頑張ろう。分かったよ。悪かったな、いきなり空気悪くして。さすがにみんなの我慢がそろそろ限界か。ゆうやはどう思ってるんだろう。ゆうや、ちょっと待ってくれ。お、おもさどうした。最近ゆうやが監督になってから練習がだいぶきつくなったよな。またその話か。チームに足りない部分を俺なりに考えた練習なんだけどな。そっか、でもそうなのかもしれないけど、俺にはみんなにきつい練習をやらせて威張ってるようにしか見えないぞ。は？なんでだよ。第一、ゆうやは練習に参加してないし、それじゃみんなの理解を得られないって。いろいろ考えてるのにみんなそんな風に思うのかよ。もういいよ、もっときつくするからな。今の俺は監督だし、き
ついてこれないやつに合わせる意味なんてないからな。じゃあな。おい、ゆうや待てって。なんでいつもこうなっちまうんだよ。そこからゆうや監督の指示する練習はさらにきついものになってきた。相変わらずゆうやは練習には参加せず、練習に納得できない部員が一人、また一人と少しずつ減っていった頃、とんでもないことが分かったんだ。よし、行こう。あれ、今日もまた何人かいねえな。まあ仕方ないか。できねえやつらに合わせてもチーム力が落ちるだけだ。じゃあ早速、今日のメニューは。おお、みんな頑張っとるか。監督。あ、監督、お久しぶりです。お体の方は大丈夫ですか？おお、しばらく休んでだいぶ体力も回復したわい。今日から監督としてチームに復帰するぞ。ああ、それは良かったです。自分も今回のこの監督の経験でいかに監督が難しいっていうのを日々感じました。今後は練習においてもこの経験を生かしてもっとより考えながら練習したいと思います。お、そうかそうか。それにしてもなんで優也が監督をやってるんじゃ。いや、なぜって、それは監督が手紙でキャプテンと監督は別の人にした方がいいって、そして高橋にって書いてあって。このチームにはマサと俺しか高橋はいないので、いや、てっきり俺が監督をするのかと思ったんですけど。あれ、本当かの。ああ、わしは高山を監督にと思って、てっきり高山と書いたつもりだったんじゃが。高山にするか。あいつはよくチームのことを見れるタイプだし、監督は高山。これでよし。間違えてしまったみたいじゃの。すまんすまん。え、おい、マジかよ。ゆうやの監督は間違い。まあもうこれからわしが監督に復帰するから、今までのことは忘れようじゃないか。ゆうやももう臨時監督はしないでいいぞ。自分のことに集中しなさい。はい。こうしてゆうやの臨時監督は間違いだったことが発覚。そして今までの選手たちの不満は一斉にゆうやに向けられていくことになったのであった。そうだそうだ。違う違う違う。マサです。あ、マサ。